はい、続きやっていきます。フィニッシュ、フィニッシュ、何がフィニッシュ、あれ、なんかフィニッシュの、なんか、なんだろう、あれか、育てる量が増えたのか、今回で、あとあと少しで、あれなんだよ、ありがとう、鍛えてくれて、こちらあと少しで11レベルになっちゃうよ。はい、じゃあ、今日はカツラ、今日もなんと一緒にリーグ戦をやろうというふうに言ってくれてる方が、ほら、眼帯リョーナさん、この間ボロ負けしたんですけど、やりますか。団体リョーナさん、この間ボロ負けしたんですよ、この間。なんか名前ちょいちょい変えてくれてるね、カツラチャンネルの。たまにはバトルしましょう。アーブルさん、たまにはバトルしましょうってなんかやったっけ。しまようしまよう、たまにはバトルしまよう。あ、やろうやろうやろうよ。ちょっと待ってね、ちょっととりあえずこの眼帯リョーナさんとね、10時に待ち合わせしてたからね、やっていきます。あ、はいだって。あ、来た来た来た、はいはいだって。やろうぜ。私が募集するのかな、私が募集しますか。私が募集しますか。で、あ、やべ、変なこと言っちゃった。カツラやり方よく分かってないんだわ。どうしようかな。あ、どんどんここの名前変わるんだよね。おい、シルトドラゴン、多分今調べてくれてんのかな、募集してくれてんのかもしれないね、今。いや、なんでもいいよ。黄色になるんでしょ。黄色になったら参加しまーす。また、自分がやります。あ、助かる、お願いします。さすが、さすが強いだけある。あのね、ボロ負けしたから、カツラボロ負け。いや、今日ちょっとさ、今日はさ、本当は9時に約束してたの、ほら見て、9時なら大丈夫だと思いますとか言っといて、すいません10時じゃ遅いですか、あるあるだね。行きますだって。お、いいねー。2対2。あ、カツラと一緒に、一緒のチームになってくれるってこと。あ、いいねー。カツラ、ほんと、このウマピーっていうのよくわかんないんだよさ。ウマピーさ。あ、しかも一緒に、一緒のデビルだ。ウマピーがさ、多分初期でしょ、多分11。あー強そう、相手強そう。また俺が足引っ張ってなんか死んじゃう。ちょっとほんと申し訳ない。あー見て、これ可愛くない、目可愛くない、こいつ目可愛いじゃん、これ手に入れたんで。可愛い。この画像の画面も、今出てる画面もね、これもうなんかね、変わってほしいよね、服着替えたら。変わってくれたらちょっともっとすごいね。なかなかそう簡単にはいかないけど。あ、こちらこそよろしくお願いします。やば、俺よろしくお願いしますがない、頑張るぞしかない。まあいいや、頑張るぞ。ちょっとそんなやってる場合じゃないか、何も召喚しなかった。あ、なんかあいつ敵の大砲なんかでかい気がする。なんでか、こいつも大砲撃ってる。大砲合戦だな。
かってんだな。それ出しちゃうのね。じゃあ、アシュラさんを出して。ちょっとアシュラさんダメだよ。なんですぐそうやって仲間内に行くのかな。カープ。あ、なんかすごい綺麗になった。たまには大砲を入れて。ここにハーピーレディーをここに参加させて。ちょやめて、こそっと入るのやめてくんない。いいねいいね、やめてくれ。よし、ちょこそっと入るのやめてくんない。こそっと入るのやめてくんない。いい加減ミノタウロスを召喚させたいところがある。あっ、ゴーレム出たら、あの死神の鎌っていうあれ前があるんだ。あ、いいね。ちょ、カツラが、なんかカツラのせいでなんかあれしてたら嫌だな。待て、あああ、やばいやばいやばい、カツラのせいで負ける。で、カツラ使えないと思われてる。あー、もうカツラのせいで負けるわ。本当にカツラのせいじゃん。これは絶対カツラのせいだよ、これ。うわ、抜けたー。やー、もう遅いか。やー、出た。あー、やられた。ごめんね、ほんと。再挑戦できるの？ダメでしょ。あ、なんかダメだった。なんかあの、リーダー選んでっていう表示だったのにね、カツラなんかよくわかんなくてそのままにしちゃった。悔しい。悔しいっておめえのせいだよ。ツッコミ入るね。あー、ごめんね、ほんと負けまいちゃいましたね。白熱しました。ごめんね、これ私のせいだよ、知ってるよ、ごめんね。ちょっと文にさ、あの、ごめんねとか言うとさ、ちょっと暗くなっちゃうからさ、ここでごめんねっていうね。こっちでは、文ではあくまでもちょっと元気な感じで、楽しかった、白熱しました、悔しい。で、しっかりこっちで謝罪をするというね。一石二鳥だね。一石二鳥とはちょっと違う感じだけど。はい。もう一回やろうよ。もう一回できる？もう一回やりますか。やりますか。今日はカツラちょっと。バルーンは大砲を食うな。食われましたね。食われましたね。つって何その返答。いや。なんかすごいバイクの音はすごい。割れましたね。いやー、眼帯リョーナさんすごい強いんだよ。カツラのせいでは本当これ負けたの。最近デビルハマってからデビルでさ、やってたらさ、あ、やっぱミノタウルスさっさと出すべきだったね。ちょっと悔いが残るね。
たまに、ね、ちょっと後で歌うとしようかな。疲れましたね。でもちゃんと反省してることを言っとかないとね。足引っ張っちゃいました。引っ張り、まくってしまいました。ぜひぜひもう一戦いきますか。ぜひカツラもそう打とうとしたからね。ぜひいきましょう。ガンタイ&リョーナさん、ガンタイ&リョーナさん行きましょう。もう一回募集してくれる？カツラが募集してもいいよ。待ち時間の間にこれを、うん、あ、眼帯さんすごいなんかトモトレしてくれてんだけど、やった。眼帯さん超トモトレしてくれてんだけど、結構助かりましたよ。あ、優しい、優しいね、ほんと優しいね。みんな優しいね。みんな優しいね。そんな褒められたら何て言っていいか分かんないよ。何て言おうか。そんなことないですよ。まんざらでもない感じ。そんなことないですよ。一回行きましょうよ。一回ぐらいギルドで勝ちたいな。一回も勝ったことないんだよね、ギルド。よし、またその間に元で2つ溜まってるから、知ってる人いたら知ってる人でやりたいんだけど、みんな結構みんなちょっちゅう名前変えるから分かんないんだよね。はい、いえいえ助かりました。そんな謙虚にならなくても。さあバトル行きましょう。あ、では行きます。わお、わお、了解です。了解です。えい、次はね、次もデビル。あ、自称クールガイ。マジでそんな、カツラ思ったんだけどさ、空飛ぶ系もちょい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 ってか結構多く入れた方が有利なのかもしれない。でも空飛ぶ系って地面のやつ通り過ぎたりするから。これかわいいね。あ、ミノタロスいない。反対さんのおかげで城がすごい強い。あ、ちょっとあっちあっち城が木じゃね、白木じゃね。頑張るぞ。やばい、チャットっていうか この言葉を出すだけですごいなんかできます感が。みんな結構大砲撃つんだね。対戦がちょっと重いんだけど。
ちょっと待って。ちょっと待って、変なとこにゴーレム出しちゃったよ。やばいやばいやばい、変なとこにゴーレム出したから、なんかすごい。多分ね、これちゃんとやってればね、勝てると思うんだよ。よし、多分ちゃんとやれば勝てると思う。ほらほら、なんか進撃してる、進撃の巨人してるよ。今日カツラの出したあの結構ゴーレム。ゲゲゲゲゲ。あ、なんでそこで出すの？いけ お疲れ様でした。ありがとう。連続バトルは、まあ、表示された感じ、ダメだった感じ。あ、連続バトルになった。やった。あ、馬 P さんが増えてね。カツラの。カツラの馬 P 増えてね。相手が見つからなかったり、本ボタンを押すと連戦の権利がなくなります。ちょっと待ってよー。本ボタン危ないよ、押しちゃうよ。相手見つかって。相手見つかんないのでやめて。相手見つかんないのありそうじゃない？これ、大丈夫？あ、来た。早っ早っ。早見もこみち、早見もこみち。来い。あ、ゴーレム。適当なとこにゴーレム出すのいいかもしれないね。相手が結構モンスター出し尽くしたなっていう時にゴーレム出す方がいいかもしれない。あ、かっこいい。それ何？それ。それいいよね。いけー。あ、ゴーレム先に出したのね。オッケー。先に出しとけばね。あれ。回線がちょっと重い感じですか？よし、ここにアシュラとこれを重ね合わせて、さらにこうやって重ねます。よし、ゴーレムここに出して。デビルを出す。スランプ進撃の時に出して、で相手のスライムちょっと強そうなんだけど、
やった死神の鎌でなんか簡単に殺せた。ちょっといいんじゃない。なんかすごいこの虫、この虫みたいなやつすごい強そうなんだけど、何虫みたいな。何これちょっとカツラかなり、これちょっと強くない。おいしゃい。あ、いいね、カツラ強くなった。それとも眼帯リオナさんが強いだけ。ありがとう。いや、連続バトルするよ。いいね、どんどん連続バトルするよ。楽しい楽しい、超楽しい。やっぱゴーレムは育っといて損はないね。よし、カツラの馬ピー増えてるぞ。夏はポンジュースに限るね。ポンジュース、あ、ポンジュース紹介してたらコネクティングタイムになってる。いけ、ちょっとコネクティングタイム長いの、ちょっとね、これまさかマジで燃焼途中で途切れるの嫌なのよ。言ったんじゃない？もう、ほらやっぱり、あーもうやられた。ああもう一回調べてくれた。あ、やった。あ、よかった。あ、いいねいいねいいね。あ、いいね。あ、もう連勝記録止まんなかった。この検索時間の時にここでチャットできたらいいよね。うん、だって90秒もあるからさ。チャットできたらね。眼帯さん強いね。カツラと一緒に勝ってるっていうのも相当眼帯さん強いと思うからね。カツラはあの、あれだからマイナスだから。待って、またなんかまたコネクティング時間が長いんだけど、大丈夫ちょっと、大丈夫ちょっと、本当に大丈夫、大丈夫じゃないでしょ絶対。ほら USB 120GB、 あ、やったUSB 128GB のおかげで、そう US16GB 使っててね、イライラしてすぐ満タンになるから、もうえい128GB 買っちゃった。よし、あ、ごめんね、画面が傾いたね、ごめんね。ちょっとね、あの待ち時間長いから地面に置いちゃった。よし、いけ。あ、いいね、大砲いいね、大砲いいね、大砲で相手の進撃を食らせる作戦。相手するの早いね。絶対攻撃させない。ハッピー行け。よし、
さらにここにアジュラーさんをさらに出すよ。決めるよ。さらにハーピングだ。よし。ここにゴーレム出したいところだけど、あの、よしよし、いけ。なんか超なんかいい感じじゃない？ほら、いい感じじゃない？いい感じじゃない？ね、あの眼帯さんが強すぎる。眼帯さんもうこいつらシカトだもん。鳥とかシカトだからね。こういう時に使ったら、あ、ついにあっちも出してきた。何、出してきたけど全然大丈夫だ、全然大丈夫だ。シェイ、お前のせ、お前のおかげじゃねえんだよっていうね、ツッコミ入ってるかもね。知ってるよ、大丈夫だよ。カツラのおかげじゃないの、知ってるよ。あ、これ連続バトル選択するかしないかできるんだ。あ、しかも味方の連続バトルかどうかもう分かるんだ。カツラこんな連続バトルボタン押しまくって大丈夫かな。2連勝だよ。カツラウマッピー上がっちゃう。ウマッピー、よーれ。あー、見つかってる。あ、いいね、早い。回線早いのかな。ちなみにカツラの回線は早いから、カツラの回線は基本早いから。カツラは光回線にさらにあの一番新しい無線使ってるからね。早いよ、多分早いよ。やべ、ハッピー出したんだ、間違えた。なんでそこにハッピー出したんだよっていうツッコミが入っちゃうよこれ。ハッピー帽子変えたいな。私なんかあんま変えてない。ちょっとあの炎のなんかコスプレにちょっと炎のコスプレモード。なんかちょっとやられてる。お疲れ様でした。どうしたの？なんお疲れ様でした。どうしたの？お疲れ様でした。間違えた。頑張る。間違えた。あ、何やってんの？俺のハッピー何やってんの？ちょい、そっち行きたいけどなんか仕事ができない。よし。みんなタオル。タオルってあんま強くない？端にこうチョンって出して、でここにデビルを構えて後ろから死神の鎌を召喚する。なんかカツラのあれ負けそうじゃん。
けそうじゃないかしら。あ、いいね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 、あ、いいねいいね、いけいけいけ、あ、いけるいける、あと少し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 、あおん、まあ勝ったから全然 OK。 やべ、カツラ超なんか超連勝してない？カツラこんだけ勝ってんのちょっと見んのつまんないでしょ。あれ城に戻るボタンになった、城に戻るになった、ついに城に戻る、3連勝まで。これなんかすごい白熱したんだけど、やった、ドラゴンメダル、いまだにドラゴンメダルの使い方わかんないけど、楽しかったです。あ、3連勝おかげさまです、やったー。いやー、こんなに勝てると思わなかった。まあ、カツラが一人でやるとまた別の話になる。ありがとう、すごい勝っちゃったよ。どうしよう、こんな勝っちゃって大丈夫？いやー、またこの部屋すごい喋ってんな。ヴィーナスで行きます。わお、いやー、白熱したね。何手に入れたの？あんま手に入れた気がしない、記憶がないんだけど。よし、まあちょっとこの辺にしようかな。ありがとうね。ちょっと一旦切ります。この後やるか分かんないけど、一旦この辺で切ります。30分もやっちゃったからね、動画2つにするかもしれない。はい、じゃあね、ありがとう。